週刊少年ジャンプで大人気連載中。この春からテレビアニメもスタートして、メガ盛り級に盛り上がっているトリコがプレイステーションポータブルで初のゲーム化、トリコグルメサバイバル。遡ること数週間前、 IGO を通じてグルメ実業家ボーノ氏より僕たちに依頼が来ました。その依頼とは、このメガ盛り島の食材を使ってフルコースを完成させろだと。お安い御用だぜ。一体どんな食材があるのか楽しみですね。いやー、俺に任せろ。お好みの食材を何でも取ってきてやるぜ。よっしゃ、早速探索開始だ。ちょっと待ってくださいよ。うわぁ、猛獣がこんなに。下がってろ小松、こいつらはノッキングだぜ。あれもこっちも見たことない食材がいっぱいだ。腹が減ったな、飯にしようぜ。しました。お、ついに見つけたぞ。いい食材が取れましたね。新メニューに挑戦しましょう。なかなかの味です。これはすごい食材ですよ。力が溢れてくるぜ。この島の食材を全部探し出してやる。頼りにしてますよトリコさん。美食屋四天王一の野草男ココに、変色野郎のサニーも、この二人も一緒ならレアな食材をいっぱい手に入れられるぞ。それにしてもでっけえ島だな。すごい、地面が肉のように見えますよ。ここは食材の宝庫です。ああ、どんな食材に出会えるかワクワクしてきたぜ。ギヤー、食いたいか。俺もお前が食いてえ。とびっきりの食材で地獄のフルコースを完成させてやるぜ。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。プレイステーションポータブル専用ソフト、トリコグルメサバイバル、8月4日発売予定。初回封入特典はデータカード出すトリコいただきマスターで使えるオリジナルカードだぜ。